はい、VS 魂100連発。大変ご無沙汰しております。今回は Bing Maps for Windows Store Apps ということでご紹介したいと思います。これなかなかのご利用される機会はないかと思うんですけども、結構企業利用ではですね、引き合って私も 2,3 回対応しております。では早速ですね、作り方ご紹介していきたいと思います。まあ、Visual Studio なんですけど、その前にですね、こちらの方で使うために、まずその SDK が必要なんですね。これヌゲットでそのままパッケージを取っていただいても結構ですし、このページ、Bing Maps SDK for Windows Store Apps を、Visual Studio Gallery から探して入れていただいても大丈夫です。であともう一つですね、事前準備が必要で、Bing Maps Portal というところに行ってですね、これを、キーを取っていただく必要があります。この Create or View Keys ですね。これも私のこのアカウントで取ったものは、これかなり古いものなので、エクスパイアしていますけども、実験的に取りたい方は何個か複数のアカウントで取っておいていただければいいかと思います。でこの2つの手順を行っていただきます。それでは早速ですね、Visual Studio の方で作っていきたいと思います。まず新しいプロジェクトで、Windows Store ですね、こちらで新しいアプリケーション、名前このままで、作成します。で、まず何をするかというと、最初に必要なのは参照設定ですね。参照設定のところで、参照の追加と。ということで、今インストールした Bing Maps を C#、C++ は Visual Basic。これをチェックするんですけど、同時にこの、Microsoft Visual C++ ランタイムパッケージ、これも入れてください。入れるとですね、この時点ではなんと、ここで、警告が出てます。で、これはどういうことかと言いますと、これは最大の注意点と言いますか、重要なところなんですが、このビルドのところのですね、メニューで、構成マネージャーを開けていただくと、通常そのソリューションのプラットフォームということで AnyCPU になっていて、WinRT でもですね、Atom でもですね、要するに、ARM でもですね、すべて動くということで、皆さん作られていると思うんですが、この Bing Maps の場合はですね、C++ なので、プラットフォームごとに、最適なものをそれぞれロードしなければいけないということで、AnyCPU はできないので、ここではその、とりあえず、X86 ということで、やっておきます。そうすると、ここでもビルド可能なようになります。一回ちょっとビルドしておきます。はい、で、ここでですね、今度は実際に、フォームの方をですね、編集していきたいと思うんですけども、まずメインページザムルですね、こちらを開いて、ここに地図を展開していきたいと思います。ザムルの方のビューにしてですね、ここにまずは最初に、ローカルで、参照するもの、ちょっとコピペしちゃいますけど、こんな形で、名前を付けてやります。で、これを使ってこの中で参照していきます。BM という名前にしておきます。で、今度はですね、この中で、実際にグリッドを作っていくわけなんですけども、ここでキーを使うわけですね。さっきのキーをここで使うわけです。はい、で、キーはどこに入れたかというと、こちらですね。この BM マップというところで、名前で参照してるんですけど、その名前を、X ネームのマップにして、その名前の隣にですね、クレデンシャルズというところが入っています。これは皆さん取っていただいて、ここに文字列として入れていただければ、使えますようになります。あとはプッシュピンとかですね、いろいろな、プロパティ API がありますので、こちらは随時 ご参考に調べていただければいいかと思います。はい、まずビルドしておきまして、今度はコードの方に行って、ここでですね、今のところまだ使われてないので、bing.maps というのを、ユージングしていただきます。で、今度はこちらですね。このまま実行すると、今の地図のフォームだけが出てくるという形になります。こんな感じですね。で、これだとちょっと面白くないので、道路じゃなくて、航空写真のビューで、品川駅周辺を、18倍ぐらいですかね。手頃な大きさで表示するというような形に変えます。その時はですね、大したそのコードはいらなくて、ここにですね、はい、まずそのズームレベルというところですね、これで18倍ぐらいにして、であとはそのマップタイプのところ、これいろんな選択肢があります。これは当然途中から変えられるんですけども、初期表示どうするかというところで、航空写真、鳥観図、それから空の場合と、あと道路とありますが、そちらを設定してあります。で、あとはセットビューのところで、この引数として、ロケーション、で、ここが、これ、品川駅周辺の、ものですね。これ、Bing とかで調べていただいて、そのまま入れていただければ、緯度経度入りますので、こちらでビルドします。
でこのまま実行すると、まあ、そうすると今度はちゃんとですね航空写真で品川駅周辺が出てきて、まあ、ここに、まあ、30倍ぐらいまでは拡大できますけど、これ以上の倍率になりますとですね、ちょっと、まあ、サードパーティー製とか、あといろいろカスタムなものを作る必要があるかと思います。まあ、あとはこのボタンとか左側の方にスタックパネルで分けて作りましたけれども、ここにですねいろいろなまあメソッドを入れて、まあ、検索をしたりとか、まあ、顧客の情報のですね、例えば持っていればそれを検索したり、でそこでピンを立てるとか、まあ、いろんなことが、この後完成、するにあたって、付加できるかなと思います。ということで、以上非常に簡単ですけれども Bing Maps Control for Windows Store Apps ご紹介を終了したいと思います。どうもありがとうございました。